ザ・ボーディーズのロイと、マーシーがお送りしているラジペディア。さて、今夜のテーマは、初対面ってどうすればいいの？今夜のポーターはスミスさんでした。はい、あれ、過去形った過去形ありがとうございました。これからまたいますか。はい、ノリツッコミが。はい、ということでですね、はい、まあ、初対面の場面で苦労する人といえば、やっぱりお二人もそうだと思うんですが、人見知りの人ではないでしょうか。うん、はい、そうですね。はい。で、まあそんなですね、人見知りの人に対して、人見知りじゃない人がよくアドバイスしたりしますが、うん、そうやってやってもですね、気持ちがわからないんで、うん、説得力が、なるほどね、なかったりしますよね。それはそうですね。はい。はい、で、それならと、人見知りの人に初対面の場面でどうしてるのか聞いてみたら、うん、それにこそリアルな初対面の対処法が隠れてるんじゃないかなと、なるほど、いうことで、はいはいはい、今回ですね、ネガティブすぎるモデルとして知られる栗原るいさんにお話を伺ってまいりました。すごいね、はいはい、ネガティブモデルだもんねってね、言われてますね。はい、実際どれぐらいなのかっていうのも気になるんですよね。そうですよね。はい、だ、表にあんま感情出さないので実際どうか分かんないですよね。うん、作ってるかもしれないし、そうです、はい。果たして、ルイさんはですね、初対面の相手とどう接しているのでしょうか。まずはですね、相手に印象を与えるために心がけていることなんかを、聞いております。相手に、栗原さんがいい印象を与えるために何かこう、心がけていることとかって？僕は、いい印象というか、自分の、怒りっぷりをちょっと、見つけたいっていうのはあるんですよね。はい、といってもやっぱり2回目以降なので、はい、例えばなんですけど、段階的にこうグラデーションで言うと、1回目の時はどんな感じなんですか？1回目の時はまず普通にお話をしているような、まあ、冷静な人っていうのを与えて、はい、2回目以降は自分の、はい、まあ、言っちゃってるプリを、3回目は、3回目はもろどん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 なんかレベル上げてって、やっぱりそれは本当に仲いい人とかそういうのを受け入れてくれる人じゃないと、まあ、わけだからね、友達なくなっちゃうっていうのがあるので、例えば極端な話、まあ、5回10回を経てもう10回以上会うようになった人とはどうなるんですか、その段階では。どうなんでしょう、僕10回以上人と会うケースが少ないので、それまでに到達しないとしないんですけど、でも僕の場合は分かります、2回目3回目ぐらいからほとんど心を開けてるっていうのはあるんですけど、でもやはり一番僕が苦労してるのは、これ多分あのその新生活を送る皆さんとかもリスナーの皆さんも絶対分かると思うんですけど、どんなに仲良くなってもタメ口ができない。それも難しいですよね、そのタイミングが。特に年がちょっと離れてる人だとなおさら難しいじゃないですか。うん、はい、そうですね。例えば昔から知ってる大人の友達とかなら、はい、敬語とかよりはタメ口はできるかもしれないですけど、うん、はい、でもほとんど同じ世代で、なおかついくら互いに心を許し合っていても、それで何度も会っていても、敬語は抜け出せないっていうのは、まあ難しいですよね。いや、もうめちゃめちゃわかります。すんごいうなずいてましたね。すんごいわかる。いましたね、栗原ロイ。すんごいわかる。栗原ロイで行かさせていただきたいなと思ってる次第でございます。ダメでしょ。あのですね、じゃあ違うんですよ。まず、はい、もう自分がまあイカれてると言って、ね、うん、そのイカれ自覚があるという、うん、これは大事なんですよ、はいはいはい、で私も正直あります。はい、そこはあるんです。ですが、はい、それをね、あの僕伝えたいタイプなんですよ、ルイさんと同じで、うん、なんだけどやっぱその、いや、初対面では伝えすぎちゃいけないなということで、50-50にしようと思うんですね。で、相手も来るかもしれないので、うんうん、なので、で、なぜ50にするかというと、まだ初対面の人には僕のその100を受け止める受け皿はないはずなんですね。こう、はいはいはい、出会って知っていくことによってその受け皿って出てくるのかなということがあるので、徐々に出していくっていうのはあります。そして、ルイさんの場合10回、会うことはないと言ったんですけど、うんうん、まあ、僕の場合もないんです。でも、10回以上会えた相手っていうのはもう相手も行かれてる可能性があるそこはもうソウルメイトになるということですね。まあ本当にわかりますね。そうだね。で、敬語もそうなんですよ。ロイっぽかったね。そう、うん、だから仲良くなってわーって言うんですけど、僕語尾が敬語なんですよ。それは ね直せないですね。ライブもそうだもんね、うん、そうなんですよ。あ、お客さん最後敬語なんですよ。お客さんに対してもあだよね。へー、全然足りないって言ってんじゃないかって言ってんですよ。みたいな。そうそう、本当に本当に確かにそうですよね。本当だ。でもロイ、そう、これはね、俺は結構もうなんつうの、普通に接してしまうんですよ、はい、1回目から。へー、
もうなんか自分出そうとかも思ってないんですけど、はい、その状態でずっと入れちゃうんですよね。じゃあロイさんで言うともう100出しちゃう感じですか。うん、どうなんですかね。ロイさんが行かれてる部分があんまり自分で分かってないから。もうね、そこが完全に行かれてる状態なんですよね。逆にと。スタートがそうなんですよ。だから自覚のない状態ですね、マシさんは。それこれ難しいんですよ。天才派だと言われる。そうなんです。ゆえんですね。そうなんです。ここが僕とはもう凡人たちが完全に。そうなんですね。はい。でですね、いよいよ核心に迫っていきたいと思います、はい。続いてですね、栗原さんのような人見知りの方はですね、どうすればいいのか、そちらについても伺っております。はい、今回のテーマ、初対面ってどうすればいいの？栗原さんと同じような人見知りの場合どうすればいいと思います？自分らしさを、はい、まあ、見せる。嫌いなものははっきり言って嫌いって言って、うん、で例えばなんか仲良くなりたい人と仲良くなりたいって言っても、はい、うっかり相手の趣味を知らずに相手が好きだったらこれは自分的に嫌いって言うなら、はい、その分代わりに相手が好きなものを、はい、なんか自分で研究して自分自身も好きになったりとか、もう知識とかつければいい。すごいね。すごい。確かにそのあそこは嫌いだけど的なこと言った後にこっちが好きなんだって言うと説得力が増しますよね、はい、この人本当のこと言ってんだというか、はい、まあ一番重要なのは好きな人にはちゃんと好きって言うんですよ。それはあの、はい、異性と同性同じで、ちゃんと自分が好きと思う人はそれをちゃんと伝えるのが重要なんです。あ、ね、人間って感情を身につけて大人になっていく生き物ですけど、そうですよね、せっかくのその感情というのを使わないとダメだと思うんです。やっぱ人間は他の動物と違ってほとんど顔に表情が出しやすい生き物だから、うん、そこはちゃんと素直になった方がいいと思うんです。いいと思ったものはいい、ダメと思ったものはダメとちゃんと言うんです。では今のを踏まえて新生活、はい、リスナーの皆さんもとポイントを押さえれば、そうですね、ムカついた相手にはポイントをつけてってポイントがたまったら拒絶する。ポイント引くわけじゃなくて加点ですよね。加点だけです。加点あるのみ。嫌なこと加点ってことですよね。嫌なこと加点です。あ、ムカつかされるたびに1ポイント、はい、それがまあ自分が設定した例えば100ポイントたまったら拒絶する、はい、あ、うん、拒絶すると、はい、ちなみに今短時間ですけど私名吉川スミスポイントはどれくらい？ゼロです。あ、マジっすか？はい、プラスマイナスゼロ。あ、よかったですね。この間でマイナスというかプラスがすごい増えたらどうしようかな。安心してください。特別ムカついたから特別100万ポイントとかつけたりしません。あ、マジっすか？よかったです。いやー、でも分かりやすいと思うんですよね。はっきりしてるね、はっきりこの人。もうその方がいいと思うんですよ。もう爽やかささえ感じますよね、うん、そうそうそう。だからまあ、予想ですけど、友達は多い方ではないと思うんです。その代わり、いる友達は本当に深いつながりがあるんじゃないかなと思うんですよね。でしょうね。うん、まあ、仕事から、ね、僕らなんかよりも会う人が多分多いので、はい、知り合いはたくさんいると思うんですけど、うん、本当の友達はやっぱりしっかりこう結びついたところじゃないかなと思うんですよね。そうですよね。うん、その、ポイント制もクリアした中っていう。うん、そうですよ。ポイントつけられるんだね。うん。そう、つけん、僕もそうです。つけんの？はい。え？ポイントじゃないですけど、はい、まあまあだから、初対面で、まあ普通に喋りますよね、うん。でも、あ、違うなと思った場合に、その、こいつないな、印。印。こいつないな、印はもうつけちゃいますね。ああ、はい、そのステッカーを。そうですね。それってさ、俺よくわかんないんだけどさ、はい、俺とかって別に、そういう、例えばポイントつけて、はい、その人ダメでも、うん、もう一回来たらさ、違う時に、話しちゃうの、うん、普通にね。普通に話すよ。普通に話すけど、心の中では、もうこいつないな印がついてるから、うん、あ、こいつ、あ、ついてる、ついてる、ついてるな。やっぱりそうだったな、みたいな。うん、怖いっすね。ロイさんと話す時には。怖いね。これ、うかつに。でも、それはでも相当なことですよ。まあまあまあ。相当なラインで、これはやっちゃいけないですよっていうところがあった場合にですけどね。発言とか。そうです、そうです。ああ、言動でと。うん、なるほど。ということで、はい、まあ、ポイント制ぜひやってみてはとは、まあ、なかなか言いづらいんですけど、はい、まあ、こういった考えもあり、じゃあありかもしれないですよね。ポイントつけづらいな。いや、怖いですね。喋ってる時にこう指のこう本数数えてる人は、ポイントつけてる人ですからね。そうですよね。はい、確かに。はい、なんてことで。はい。でですね、そんな栗原るいさんなんですが、初のスタイル本、るい栗原スタイルがですね、絶賛発売中でございます。そちらもぜひチェックしてください。